じいちゃん、おい大丈夫かよ、じいちゃん、おいおい、じいちゃん。不二雄、お前となら親子の頭取れる気がするわ。てっぺんから見る景色ってどんなだろうな。俺はお前と一緒にそれを見たかったんだよ。もう俺の居場所はここにはない。な、前日割れるっつっただろ。中越さんが1年仕切って挨拶。おっ、できるやつはふるってご参加ください。証拠はねえが、清を刺したやつ、あれは確実に中越の仕業だよ。お前へのアピールだろうな。おい、どこ行くんだよ。もうこんなところで何やってんすか。学校来てくださいよ。今の司さん、リストラにあって家族に言えないサラリーマンみたいっすよ。一派作れだの、みこし担ぐだの、お前らがめんどくせえから行かねえんだよ。いや、めんどくさいのは今の親孝の方っすよ。でもちょっと楽しくないっすか。あ、団地時代のこと思い出しません？縄張りがどうとか、誰が一番強いとか覚えてます？首吊り塔にあった開かずの401号室。殺し屋だろ。そうそうそう、そんな噂ありましたよね。いや、あそこに住んでる人結局誰も見たことないっすもんね。俺はオロチ兄弟の方が恐ろしかったわ。